広い宇宙からやってくる時空のさざ波、重力波。地下に作られたカグラと呼ばれる観測装置で、その波を捉えようとする試みが今始まろうとしています。カグラは年内の観測開始に向け最終調整が行われています。重力波はあらゆる物質を通り抜けながら光の速さで伝わる重力の波です。その波を捉えることで、光でも電波でもない新しい手段で宇宙の観測ができるといいます。重力波は光では観測できないようなところを見ることができると。まだまだ謎の多い宇宙で起きる現象、そうした謎が今後重力波の観測で解き明かされるかもしれません。重力波の信号、波を見ることによってそういったものが克明に分かっている。重力波で宇宙を観測する新しい天文学、重力波天文学がカグラによって今日本でも始まろうとしているのです。来年早々に重力波が検出できたというのをカグラから報告できるのではないかというふうに考えています。カグラは一体どのようにして重力波を捉えようとしているのでしょうか。重力波を捉えることで何がわかるのでしょうか。未だ謎に満ちた重力波と重力波天文学の可能性に迫ります。岐阜県飛騨市神岡町、緑の山々に囲まれたこの場所で世界が注目するプロジェクトが進められています。標高1368メートルの山の中にある鉱山跡地の一角、山頂からおよそ1000メートルの地下へ向かうと、そこに巨大な装置が作られていました。カグラと名付けられたこの装置は、宇宙から届く重力波と呼ばれる現象を捉える装置です。2012年から建設が進められてきました。このカグラで最も特徴的なのは十字に交わる2つの腕。この2つの腕で重力波を捉えるのだといいます。1本の腕の長さはなんと3キロメートルもあります。ではカグラが観測しようとしている重力波とはそもそもどのようなものなのでしょうか。重力波は今から100年以上前に物理学者アルベルト・アインシュタインが発表した一般相対性理論をもとにその存在が予言された現象です。アインシュタインは重力とは時間と空間、つまり時空の歪みが生み出すものだと考えました。質量を持った物質があると周囲の時空が歪みます。質量が大きくなると時空の歪みが大きくなって重力が強くなり、逆に質量が小さくなると歪みも小さくなって重力は弱くなります。そして質量を持った物質が何かの理由で揺れ動くと、それに伴い時空の歪みが波となって周囲に広がっていきます。この波が重力波です。重力波が伝わる速度は光の速度と同じだと考えられています。宇宙では重力波を発生させるような激しい天体現象が数多く起きていると考えられていますが、空間を伝わるうちに弱くなっていくため、
地球に届く重力波を検出するのは簡単ではありません。ではカグラはそうした重力波をどのようにして捉えるのでしょうか。カグラは重力波を捉えるためにその特徴である2つの長い腕を使います。重力波がカグラに到達すると時空が歪み、腕の長さがわずかに伸び縮みします。この伸び縮みした量はもちろん目で見ることはできません。そこでレーザー光という光を使って観測するのだといいます。光の速度、光速というのは常に一定です。で、その一定の光速で3キロ往復するんですが、重力波が来るとこの3キロが少し伸びたり縮んだりする。よって往復するのにかかる時間がこっちの腕と反対の腕では少し変わってきてしまう。それを検出すると。カグラの観測装置の仕組みです。まずレーザー光を発射し、特殊な鏡で2つの腕へ分かれて進むようにします。それぞれの光は腕の先に設置された鏡で跳ね返され、元の方向へと戻ります。そして2つの光は再び1つとなり、今度は光検出器へと進むようになっています。この装置で重力波を検出する仕組みです。重力波を観測するときは、2つに分けた光が再び1つになるときに腕の先の鏡の位置を調整し、干渉という現象によって光が打ち消し合うようにします。干渉とは、同じ光の波形が重なると強め合い、逆の波形が重なると打ち消し合うという現象です。この場合は干渉によって光が打ち消し合うことで光を検出できなくなります。そしてこの状態で重力波が来るのを待ちます。ここで重力波がカグラに到達すると、時空が歪み、腕の距離が変わることで干渉がずれ、光が検出されるようになります。これによって重力波が来たと分かるのです。我々が検出しようと思っている重力波というのは、宇宙の主に遠い場所で起こっている非常に激しい天体現象からの重力波となります。遠くで発生した現象なんですが、そういった強い重力波源からの重力波はなんとか現代の技術で捉えることができると。実はカグラの原型となった重力波を捉える装置がここ国立天文台にあります。タマ300というこの装置は、名前の通り300メートルの腕を持った装置です。この装置は1999年に重力波観測を開始、改良を重ね2000年に世界最高の検出感度を達成しました。ですが、当時の最高感度をもってしても重力波を捉えるまでには至らなかったといいます。感度というのは腕の長さに比例するんですね。それなので、ここサーマ300はカグラから比べると自然に一桁はどうしても感度が悪くなってしまいます。タマ300は重力波観測の初期に作られた装置で、第一世代と呼ばれています。現在は腕をより長くすることで感度を上げた第二世代の装置が世界中で重力波を捉えようとしています。アメリカにある2つの観測装置の腕の長さは4キロメートル、イタリアにある観測装置の腕の長さは3キロメートル、どれもタマ300に比べると10倍以上もの腕の長さを持ち、より高い感度で重力波を観測できる装置です。そして今から4年前の2015年9月、アメリカの2つの観測装置ライゴが歴史上初めて
重力波を実際に捉えました。この重力波を生み出していたのは2つの重力が非常に強い天体ブラックホールがお互いの周りを回りながら合体する現象でした。重力波の存在が予言されてからおよそ100年、ついに私たちは重力波を観測することに成功したのです。この成果には重力波観測への貢献をたたえ2017年にノーベル物理学賞が贈られました。この大発見は光でも電波でもない重力波という手段で宇宙を観測する重力波天文学の新たな幕開けとなりました。そしてこの重力波天文学に今日本の神楽が参画しようとしています。2015年に世界で初めて重力波が観測されたことをきっかけに幕を開けた重力波天文学。今そうした新しい宇宙観測分野の一端を担うべく観測開始に向け準備を進めている神楽には従来の重力波観測装置にはない特徴があるといいます。その特徴とはどのようなものなのでしょうか。地球に届く重力波はごく弱い波です。そこでより高感度に空間の歪みを捉える技術が求められます。神楽には感度を高めるために観測の邪魔となるノイズと呼ばれる余計な信号を極力取り除く仕組みが取り入れられているといいます。その一つは地面からの振動を排除する仕組みです。神楽は光と鏡を使い距離を正確に測ることで重力波を検出します。ここで問題となるのは振動によって鏡が動いてしまうことでした。鏡を宇宙空間にぽっかりと浮いているような状況を作らなければいけないんです。だけども残念ながら我々がいる地球上っていうのはいろんな人の動きもあるし地球の動きもあって地面から何から全部動いてるんですね。車などの人の活動による振動、さらに雨や風、遠く離れた海の波などによる振動は地面を伝わりノイズとなって重力波の観測を妨げます。それを抑えるために神楽は硬い岩盤の山の地下に作られたといいます。神楽は地面の振動がとても小さい地下空間を選びました。そうすることによって地表に比べて100分の1から1000分の1揺れの大きさが小さいと。さらに鏡は地面の揺れが伝わるのを抑えるために振り子のように吊って入れる仕組みを取り入れています。それに加えて神楽はこの鏡を入れる容器全体を地下空間に作ることで容器自体の揺れも抑えることが可能になったといいます。縦に穴を掘って2階を作ることができるんですね。2階の地面に岩盤に直接こういった防振装置というのを作ることができて比較的きれいな装置を作ることができます。もう一つは鏡の材料の原子が起こす振動を抑える仕組みです。実は鏡は熱によって鏡の中の原子が振動を起こし常に動いています。そこで神楽では鏡を入れる容器ごとマイナス253度という極低温で冷やす構造を取り入れ熱による原子の振動を排除しているといいます。温度を持っているものというのは全て熱的に振動しているんですね。冷やしてやるとそもそも熱のエネルギーが小さくなって揺れる大きさが小さくなります。10分の1ぐらいノイズが小さくなります。これは神楽に使われている鏡のサンプル。極低温の状態で最も振動が抑えられるように新しく開発されました。
徹底的にノイズを排除する、こうした仕組みを取り入れることで、神楽は従来の観測装置に比べより感度を高めることができるといいます。感度が上がると遠くの宇宙まで見えるわけです。重力波の場合はですね、探している対象が常に宇宙にある現象というよりは、時たま起こる爆発的な現象なんですね。実は距離が一桁増えると体積なので1000倍増えるんですね。つまり飛躍的に増えるんです。だからほんのちょっと感度が良くなっただけで、ものすごくたくさんの重力波の現象っていうのが見えるようになってきて、天文学的な価値がものすごく上がっていきます。新しい仕組みによって感度を高めているカグラですが、それでもまだ排除しきれない様々なノイズが残っているといいます。現在それらのノイズを探し出して原因を特定し、その影響を受けないようにしていく作業が行われています。重力波望遠鏡っていうのはできて最初に感度を取ったときに、到底あの目標の感度っていうのはほど遠い非常に悪い感度になっているのが普通です。分かっているノイズが雑音として現れている場合もあるし、ちょっと予想外でまた分からない雑音もあったりします。まあ、そういうような分かっている雑音、分かってない雑音を一つ一つ原因を追求して、それを低減する工夫をちょっと加えていくようなことになります。そういうことをちょっとずついろんなものに対して積み重ねていくことで、初めてあの目標の感度曲線に到達するようになります。またノイズを探し出して、そのノイズを正しく把握しておくことは、重力波の信号を特定する上でも重要だといいます。重力波の信号というのは、重力望遠鏡のある一つの光検出器ポートから出たデータの中にその重力波信号が得られるようになっているんですけども、それが本当に重力波の信号かどうかを確かめるにはですね、雑音のことがちゃんと分かってないと、その信号の本当らしさを決定づけることができないということで、極めて重要な作業になります。重力波天文学という新しい天文学の分野で、カグラの観測開始が待ち望まれています。それはカグラが観測を開始することで、重力波がどちらからやってきたかが特定できるようになるからだといいます。実は重力波には物質を通り抜けるという性質があります。重力波観測装置はどの方向から来る重力波も捉えることができますが、逆に言うと検出した重力波がどの方向からやってきたのかは分かりません。しかし3箇所以上の重力波観測装置で同じ重力波を観測すれば、到達した時間差を計算することで、宇宙のどの方向から重力波がやってきたかが分かるのです。カグラの役割としては、アジア圏での重力波の観測という大きな役割を一つ持っていますけども、地球上に広く分散していることが大事で、アメリカ、ヨーロッパ、日本で3カ所で観測することで、その重量加減の方向を特定すると。重力波がやってきた方向が特定できれば、その先で重力波を生み出す天体現象が起こっていることが分かります。これは宇宙で起きる天体現象を観測する上で大きなメリットになります。重力波を生み出すような天体現象は広い宇宙の中でもごく稀にしか起こりません。その方向を重力波観測装置で特定し、全世界にある光学望遠鏡や電波望遠鏡の観測者に即座に伝えることで、貴重な天体現象を見逃すことなく観測することが可能になるのです。重力波が出るような現象っていうのは非常に珍しい現象なわけですね。重力波が初めに観測して、それを光とか電波が追跡して、その現象を追うということが非常に大事。このような
重力波観測のメリットはすでに大きな成果を上げています。それは中性子星同士が衝突し合体する現象の観測でした。中性子星とは大きさは直径20キロメートルほどの非常に小さい天体ですが強い重力を生み出します。2017年、ある中性子星が連星となって衝突し合体したことで重力波が発生しました。その重力波を捉えその方向が特定されたことで世界中の天体望遠鏡がその方向に照準を合わせその中性子星の衝突という現象を詳細に観測することができたのです。やはり重力波検出があったからそこのデータに注目したというのはあります。もし重力波が取れてなかったら下手をしたら見過ごしていたかもしれないというふうにも言われています。重力波の観測は光や電波などの電磁波を用いた観測では見ることができなかったさまざまな現象を解き明かすことができるといいます。今後カグラによる観測でどんなことが分かると期待されているのでしょうか。プロジェクトに参加しているトマルさんは非常に強い重力を持ち光さえも吸い込んでしまう謎の天体ブラックホールの観測に期待しているといいます。ブラックホールがお互いの周りを回ってぶつかるまでというのは比較的相対性理論できれいに計算できる範囲なんです。ぶつかってからさらに大きいブラックホールができていく過程がどうなのか、これ計算でもとても難しいんです。ところが重力波の信号波を見ることによってそういったものが克明に分かっていく、このあたりが天文学としても物理学としても面白い。同じくプロジェクトに参加する麻生さんは中性子星の合体で起こる現象の観測に期待を寄せています。中性子星の合体で起こると思われる現象に、新しい元素の合成というのがあります。この宇宙で元素を作られる場所としては太陽のような恒星光る星の中ですね。その中では核融合反応といって原子核と原子核がどんどんくっついてより重い原子核ができるというそういう現象が起こっているということは分かってたんです。ところがこの核融合反応というのは鉄まで重い原子になると鉄っていうのは一番安定な原子核なのでそれよりも不安定な重い原子核には進んでいかなかったんですね。にもかかわらずそれより重い原子核が宇宙にいっぱいあるわけですけどそれがどうやって作られたのかっていうのは長い間謎だったわけですね。でそれがどうも連星中性子星の合体の中で起こってるらしいと、まあ、一番期待しているところです。存在が予言されてからおよそ100年、ついにその存在が確認された重力波、そしてそれによって幕を開けた重力波天文学。そうした新しい天文学の一翼を担うカグラは今年中の観測開始を目指し今着々と準備が進んでいます。得られた電圧信号から元の重力波がどんなものであったかというものを、換算推定するという部分を担当しています、ね。Right now I am just working on the vibration isolation system just to check signal and optimize some control if I note that there is something strange that this is useful for the commissioning work.I work for LSU, Louisiana State University, and so I work mostly at LIGO Livingston. I build what's called the summary pages, so it's just some web pages that kind of show a lot of data of figures of merit over. 間もなく始まるカグラの観測で、どのような発見がもたらされるのか期待が膨らみます。光あるいは電磁波では受けることのできないさまざまな天体現象を重力波によって受けて今まで思っても見なかったような現象が観測されることによって僕らの想像を絶するようなことが発見されるかもしれない。観測と装置の改良これを繰り返すということで我々の予測しているものそれから予測していないもの
すべて合わせていろんな天体現象が見たいと思っています。カグラの観測開始によって加速する重力波天文学は、今後未だ残されている宇宙の謎を解き明かしてくれることでしょう。